復活の日が昇る。全力疾走のライジングサン松本ひなた。そしてメインイベントに、2019年9月破格のメインイベンターとしてプロデビュー。ハクダの方も高野選手、はい、必死の姿ありますよね。ちょっと蹴りは。その後も無敗の快進撃を続ける。誰にも負けたくなくて負けないつもりで戦ってきてるんで、まあ負けちゃダメかなと思ってます。しかし順風満帆に突き進んでいた松本を昨年7月突然襲った影。練習中にあれちょっとこれおかしいなって、頭痛いなと思って、でもぼーっとしちゃって、あこれもう歩けないなって思って、で迎えに来てくれてる車の中でその戻しちゃって、ドクターの診断は脳内出血、休養を余儀なくされてしまった。 K1 カレッジを制しプロ3連勝、元王者との対戦も決まっていた1週間前、まさに目の前が真っ暗になってしまった。その病院の先生から言われた言葉が自分が思ってたことより重い言葉で、マジかって思って、多分自分そんなへこまないんですけど相当へこみましたね。試合動向よりもその続けられないっていう決断もしなきゃいけないかもしれない状況だったんで、相当心配をかけちゃったなって思います。身動きできない状態で人生の岐路に立たされた松本だったが、幸い手術の必要はなく1ヶ月の安静で回復の兆しが見えてきた頃、松本の闘志もうずき出してきた。やっぱどうしても自分がやりたいっていうのが強かったし、ここで終わりたくないっていうのはすごいあったんで、ライグジさんに絶対なんか意味があるからってすごい教えてもらって、絶対この辛い出来事が必ずプラスにするかマイナスにするかお前次第だよって言われたんで、絶対プラスにしてるって思ったんで。その後順調に回復し、ドクターからも練習再開のゴーサインが出た。その頃クラッシュでは第6代バンタム級王座決定トーナメントが開催。体調万全なら自分にもチャンスがあったはず。じくじたる思いでトーナメントを見ていた。焦りとかを必死に抑えてました。絶対強くなるぞって、これトーナメントで多分やっぱりいろんな経験ができたりするとは思うんですけど、それをはるかに上回るぐらい強くならなきゃなっていう、むしろなんかそっちで気合がスイッチありましたね。新王者誕生を羨望の眼差しで見ていた松本に、新年のスタートを飾るクラッシュで10ヶ月ぶりの復帰戦が決まった。去年やっぱ怪我して結構足踏みしちゃったんで、その分あの悔しかった思いをちゃんと胸に今年は羽ばたきます。絶対に誰にも負けたくないんで、しっかり全勝でベルトを挑戦したいです。おいおいおい、いいか、おい松本、俺はお前と 1.23 クラッシュ後楽園ホール大会でお前となら魂が焼き焦げるようなそんな試合ができると思うとるんじゃ。ファイヤー堅牢三浦和樹。昨年11月の K1 福岡大会初参戦で元クラッシュバンタム級王者を相手に堂々と渡り合い、無敗記録を伸ばしたニューカマー。福岡国際センターっていうのはプロレスでも見てたんで、 K1 で上がれたっていうのは本当に僕にとってはもう本当もう夢のような、夢が一つ叶ったようなそんな気分でした。三浦は昨年3月まで地元福岡でプロファイターとして活躍。知名度のあるリングでの戦いを求め、高校卒業後に知り合いの紹介で静岡力道場に移籍した。そして8月クラッシュ EX に出場、
わずか4日前のオファーだったという。チャンスだと思ったので、まあ、そこはもう出ますと言いましたね。まあ、まあ、僕は、まあ、いつ何時でも、まあ、誰の挑戦でも受けるので、それだけです。はい。クラッシュ初剣山でワンチャンスをものにし、 K-1 の大舞台でその名を轟かせたミブローが2021年1月後楽園ホールのリングに立つ。まあ、後楽園ホールはプロレスの聖地なので、まあ、そこで戦えるってことは本当に誇らしいです、はい。子供の頃はプロレスラーになることが夢だった。だからこそ格闘家の道を選んだ今でもプロレスへのリスペクトは変わらない。 K-1 クラッシュ、もうプロレスも夢を与える仕事だと僕は思ってるので、クラッシュで見せていこうと思ってます。クラッシュは、まあ、殴り合い壊し合いなので、まあ、松本選手が、まあ、殴り合いでくれば、まあ、僕も殴り合いでいきますし、まあ、松本選手がワルツでくれば僕もワルツでいくんで。ミブロ選手はパワータイプじゃないから、もちろんそれでもタイミングうまいパンチは打てると思うんですけど、倒れねえぞ。松本選手と僕だけしかできない、本当に観客が震え上がるようなそんな試合をしていきたいと思います。お楽しみはこれからだ。1月23日後楽園ホール、クラッシュバンタム級松本ひなた VS 三室一輝。